はい、えー、それでは1月13日の3問に入ります主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人の債務の時効は更新する丸か×かこの問題考えたい方は、えー、動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください、えー、答えは丸ですね したる債務者が債務を承認するとしたる債務者の時効は更新しますそれに伴って連帯保証人の債務の時効も更新しますこれは非常に重要な問題ですしたる債務者に生じた自由は全て保証人連帯保証人に影響を与えますこれを絶対行と言いますつまりしたる債務者が債務を承認するとしたる債務者だけじゃなくて連帯保証人の時効も更新します この問題は覚えるというよりも理解すべき問題です単に答えられるだけではなくて主たる債務者が債務を承認すると連帯保証人の債務の事項は更新するこれどういうことを言ってるかまで理解をしましょうそうすることで初めて実力が上がってきますで今回のこの理解すべき点については個別指導で解説させていただきますので個別指導の受講者さんは受講者専用のメールマガから解説ご確認くださいで問いにですね 重要事項説明です現地案内所を設置してそこで重要事項の説明をさせようとするときには当該説明は案内所に掲示されている標識に記載された専任の取引士でなければならないまるか罰かという問題ですね答えは罰ですまず案内所等で契約したり申し込みを受けたりする場合生年者である専任の取引士を1名以上置かなければなりません まあこれは基本事項ですよね。これは絶対に頭に入れておきましょう。そして案内所等で重要事項を説明する場合、この専任の取引士でなくても構わないんですね。まあ、通常の取引士、専任でない取引士であったとしても重要事項説明可能です。なので答えは×になります。で、専任の取引士と取引士、まあ普通の取引士ですよね。の違いについては個別事項で解説させていただきます。でちなみに、宅研合格者イコール取引士じゃないんですね。 ここをちょっと注意しましょう。まあ、取引士って、宅検士って言われるもんですね。これ、イコールではないので、この点注意してください。宅検に合格しますよね。で、その後、知事の登録を受けます。で、取引証の交付を受けます。で、これでめでなく取引士です、まあ。登録を受けたら取引士っていう考えもあるんですけども、ただ、この時点では取引証がないわけなので、取引士としての仕事はできないんですね。その点が頭に入っていれば大丈夫です。では、問井さんです。 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者、または占有者に対して、当該土地、または当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。丸かツかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。まあ、これは丈夫そのままなので、そのまま覚えていただいて大丈夫です。 知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者、または占有者に対して何を求めることができるのか。これは、土地の状況だったり、土地内の工事の状況について報告してくださいと求めることができます。まあ、ここはそのまま頭に入れていただければと思います。宅建試験のポイントの中には理解しなければいけない部分もたくさんあります。 理解しなければいけない部分と丸暗記でいい部分。これをしっかり切り分けながら勉強の仕方を変えていく。丸暗記でいいものは丸暗記学習をしていく。理解しなければいけない部分は理解学習をしていく。これの切り分けを間違えてしまうと勉強しても思った通り実力が上がってこない。試験が終わった後、ああ、また一年勉強しないといけないか。これを繰り返すことになります。一年勉強するって本当に辛いんですよね。 もちろん半年ぐらい前からやったらいいやって思ってる人であれば一気に集中してやるっていう方もいるんですけれども正直半年間だけだと理解学習までできない方がほとんどなんですよねでそうなってくると結局は毎年毎年運任せの試験になるということになります勉強って本当に苦しいと思いますんでこの苦しさから逃れるためにも次の試験で絶対合格しましょう今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした